こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、お土産というもので手ぬぐいっていうのはどうですかっていうご提案なんです。まずちょっと見ていただけますかね。これは、プリントの手ぬぐいになります。総柄のプリントの手ぬぐい、ね、細かいところまで、デザインが出てると思います。ね、許可を得て、お見せさせていただいてるんですけども、プリントなんで裏は白くなりますけども、ただやっぱりプリントの特徴である細かいものを表現するっていう得意なところを生かしたデザインになっていますね。すごく綺麗です。で、こういったね、手ぬぐいっていうものは実は海外にはないんですね。海外であるのはやっぱタオルですね。ですからどうしても、こういった手ぬぐいっていうのは日本っぽくって非常に好まれます。ですから、お土産品としてですね、京都とか、金沢、ね、琴として有名なところではこういった手ぬぐいをですね、販売されているところも多いですね。扇子とかうちわと一緒に置いているところもあります。ですから、逆にですね、我々が海外に行くときにはですね、こういった手ぬぐいをですね、持っていくと非常にやっぱ喜ばれるようなんですね。で、デザイン的にもやっぱり和柄のものが喜ばれるようです。あまりね、海外の人にということで、こう幾何学模様であったりとか、あんまりこの古典柄でないような今風のデザインのものというのは、喜ばれるとは思いますけども、それよりも日本人が持っていくような伝統的な柄の方が喜ばれると思います、ね、ですからぜひ、こういったものをですね、お土産、海外に行かれるときはお土産の一つとして、この手ぬぐいっていうのもね、一つの候補として考えてみてください。よろしくお願いいたします。